ペトロ・ベロナ・ロドリゲス・ピレスはカーボベルデの政治家。同国南部の保護島出身。2001年より2011年までカーボベルデ共和国第三代大,大統領を務めた。1975年にカーボベルデが独立すると初代大統領アリスティデス・ペレーラの下で初代首相を務めた。当時のカーボベルデは ギニアカーボベルデ独立アフリカ党による一党制が敷かれており、1980年に PAIGC カーボベルデ支部がカーボベルデ独立アフリカ党として分離した後も一党制は続いた。そのため長らくペレーラ大統領、ピレス首相体制が同国を支配することになる。一党制への不満の高まりを受け、1990年2月にペイクフは、 複数政党制の導入を決定。同年8月には、ペイクフ総書記の座がペレーラからピレスに移った。しかし、翌1991年の国民議会総選挙で、ペイクフが敗れたため、ピレスは首相職から退いた。1993年8月、ペイクフ総書記の座がピレスからアリスティデス・ライムンドリマに移り、ピレスは、党首に相当するペイクフ議長に就任した。 1997年9月には、後に第四大首相となるジョゼ・マリア・ヌベスと議長選を戦い、勝利している。2001年に予定された大統領選挙に出馬するため、2000年にピレスはペイクフ議長を辞任。後任議長にはヌベスが就任した。2001年の大統領選挙は、2月11日の第1回投票で過半数を制する候補がおらず、 ペイクフのピレスと民主運動のカルロス・ベイガが決戦投票を戦うこととなった。決戦投票は2月25日に実施され、12票差という大接戦の末、ピレスが当選。同年3月22日、ピレスはカーボベルデ共和国第三代大,大統領に就任した。戦だって行われた国民議会総選挙でペイクフが勝利していたため、すでに ヌベスが第四大首相に就任しており、ピレスの勝利によって、再びペイクフが、大統領、行政府を掌握することとなった。2006年2月12日の大統領選挙では、再び、MPD のベイガとの戦いとなったが、第1回投票でピレスが過半数を制し、再選を決めている。2008年5月、以前から唱えられてきた、アフリカ合衆国構想に対し、ピレスは、 慎重な姿勢を示した。同時期に日本の横浜市で開かれた第4回アフリカ開発会議への出席という形で訪日した経験がある。2011年9月大統領を退任。2011年もイブラヒム賞を受賞。ありがとうございます。